マスクドコメディアンの覆面ラジオ。はい。というわけで始まりました。マスクドコメディアンの覆面ラジオ。お相手は私、謎の覆面芸人、マスクドコメディアンでございますく。よろしくお願いいたしますく。さあ、えー、今回も質問箱の質問に答えていきたいと思います。今回の質問はですね、えー、今日、12月25日にぴったりの質問があった。 届いております。えー、こちらですね。クリスマスの思い出何かありますかという質問です。ありがとうございます。えー、そうですね。あの、ちっちゃい頃の思い出というか話なんですけども、4歳か5歳ぐらいの時にですね、えー、僕もっ子なんで、まだ当時、父親と母親と3人で寝てまして、まあ、他の兄弟は別の部屋で寝てたんですけども、 えー、クリスマスの日朝起きると当時ね、えー、サンバルカン太陽戦隊サンバルカンっていうあの戦隊ものがあったんですけどもそのおもちゃをもらったんですよね枕元に朝起きたらってめっちゃ覚えてるんですよね持ちゃ喜んだ欲しかったんでっちゃ喜んだことを覚えてるんですけどもで隣に寝てた父上の枕元にも箱があったんですよ。 で、父親をきて開けたら腕時計が入ってたんですよね。で、その時に幼心になんでお父さんは大人やのにサンタさんからプレゼントもらったんやろうというね、なんか変な疑問を抱いてしまったんですよね。 でもね、えー、で、それから何年か経って、えー、まあ、えー、サンタクロースはいない、あれはお父さんお母さんやでっていうのが友達がね、言い出したりしたんですけども、そのとお父さんお母さんがサンタクロースのはずなんですけども、そのサンタクロースお父さんもプレゼントをもらってるというのを見てるんで、本当にサンタクロースはおるんやと、僕はそれをずっと信じてたんですよね。 ええー、まあ、それがいつごろ気がついたのかもう忘れましたけども、あの、友、友達があれおらへんでって言ってたけど、僕の中では本当におるんやでっていうのをずっと言うてたような記憶がありますね <laughs>。今思ったらね、あれ、まあ、母親の粋な計かいなのか、まあ、その、子供たちにね、ね、 サンタクロース、ほんまにおるからお父さんにもプレゼント届いたいんでっていう演出やったのか、もうちょっとよう分かんないんですけども、今考えたら父親にもあったんですけど、母親には何もプレゼントなかったんですけどね。それはまあ、ねえまあ、母親の、ねえまあ、父に対する贈り物やっただけで、父は何も用意しなかったんでしょうね。<laughs> まあ今思ったらね、クリスマスって本当になんかいいですよね、子供の頃のね、普段、 朝もなかなか起きひんのにその日に限ってむちゃくちゃ早うに起きてねいや覚えてますわなんか外真っ暗の時にパッと目が覚めて電気つけたらもう枕元にプレゼントがあってもう袋を破って中出してうわーって言ってむっちゃ喜んででもこの喜びを誰かに伝えたけどみんな寝てる思ったら兄弟の部屋行って起こしてこんなもらったって言ってで何もらったん言うてなんか喜びを分かち合ってたような気がしますね。 もうね、大人だったらああいう感動がなくなってきますよね。本当に。もう今、まあ、欲しいもん、もうサンタクロースに頼んで欲しいもんくれるとしたら何ですかね。まあ、夏用の、えー、メッシュ生地のマスク。含めね、マスクとかですかね。あとね、僕ね、もう最近ちょっとあの、牛肉のロースにちょっと凝ってまして、 えー、なんかそれをずっと食べれるように欲しいですね。な、まあ、そのも選んでね。あの、肩ロース、リブロース、サーロインと選んで、この3つから選んで、まあ、これが本当のサンタクロースや言うてね。はい。というわけで、今回も質問箱の質問に答えていきました。えー、まだまだね、えー、質問まだ答えてきれてないので、ツイッターとかでも答えていきたいと思います。というわけで、マスクドコメディアンの 覆面ラジオでした。ありがとうございます